皆さんおはようございます。サンデーモーニングアイスファミリーミュージング、本日もご一緒させていただきますのは地球家族のボーカルレイカです。日曜日の朝、ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークの一応これは最終日になるんでしょうか。今日も皆様どのようにお過ごしでしょうか。心も体も健やかに目覚めて、快適な日々を過ごしていらっしゃいますでしょうか。全国的に少しねお天気が崩れ気味というような話も聞いておりますが、北海道伊達市大滝の山の中もちょっと黒い雲が、ね、出てまして、風が結構強いですね。風の音が時折ゴーッと聞こえるようなお天気でございます。今日はまずですね、このボックスノートというこの配信させていただいているこのアプリが5月の13日で使えなくなるというね、通知が実は今日気がつきましてちょっと実は衝撃を受けております。そしてこれ今後からも今後ともね配信を続けていきたいと思っていたんですが、アプリがいろんな事情があるんでしょうかね、そちらのご都合ということでこのアプリが使えなくなりましたの で、ですね、でも配信は続けていきたいという気持ちがありますし、50何曲の曲あるを読み出したいという思いもありますので、引き続き、YouTube や SNS を通じてこの音声配信というのを続けていきたいと思っています。実はですね、 YouTube の方に地球家族のチャンネルがございます。地球家族だけで検索すると、同じ名前の、ね、団体さんがいらっしゃるみたいで、こちらの動画の方がたくさんたくさん結構出てくるので、地球家族 と、林玲香というので2つの文字を入れて検索していただきますと結構歌が出てきます。あと地球家族歌とかでもいいですね。何曲か上げている音源動画が出てきますので、ぜひそちらの方も聞いていただけたらと思います。あと、ですね、インスタグラムとフェイスブックで地球家族のアカウントを作っております。まだなかなかね、あまりたくさんの配信はできてないんですけれども、本業のファイヤーの方が配信が多くて、いろいろ見ていただくにはフェイスブックも、インスタグラムも共通で林玲香で検索していただくと、出てくると思います。あと、天然屋という名前で検索していただくとパンとか食べ物、あと暮らしのことですねの情報が出てきます。で、地球家族で検索していただくと音楽の配信で、天然芸術という名前で検索していただく と、アートの方ですね、絵とか工作っていうのかなアートやクラフトの方の情報が出てきます。で、この4つのアカウントを、いろいろ使い分けされていただいて、いろいろ情報を発信してますので、引き続きこちらの方でもご縁をつなげていただけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。たくさんねお話ししたいことはまだまだあるんですが、今日はちょっとサクッと、そうですね、これからこの配信を続けていくのも、今とても大変な状況にある世界情勢の中、どうやったらこれをね良い方向にひっくり返して転換していくことができるか、それはイコール全部個人の一人一人の選択にかかっている。国とか国家レベルで、行政レベルで変えていけるところにもうすでにないんですね。物事がたくさん、物事がこんがらがってしまっているので、でもその根本の一つ一つというのは全部個人の心の中から発生しています。私たちの集合意識が現れたものが行政であり、私たちの集合意識が現れたものが、この世界を形作っています。なので一人一人の考え方を正していくところが、まず一番先決なんですね。地球を良くしていくという一番の近道は、個人個人が本当のことを知り、そして今何が必要なのか、どうしていったらいいのかということを本当に正しく分かっていき、それを実行していくと、たったこれだけのことです。ただ本当のことっていうのがなかなかね、この世の中に何ていうのか、すごいたくさんの情報が溢れていて、本当のことの断片、本当のことのようなこと、本当に見えることっていうのがすごく多いんですね。良いことっていうのは世の中にたくさんありますしね。で、人間もともと本性を持ってますから、良心ですね、良心がありますから、
善悪っていうのは基本的に分かるようになってますが、私たちって結構もうね、間違った世の中に生まれて、すでにおかしくなってしまっている世の中に生まれて、その中の価値観で完璧に染まってしまっているので、これが普通だと思っていることが実は全く人間として正しくないっていうことが世の中たくさん溢れてます。その、明らかになるのは、親が子供をね殺してしまったりとか、子供が親を殺してしまったりとか、そういうね、昔は あまりありえなかったような、親が子供を守るのは人間として当たり前のことですし、それは逆にね、動物でも、動物ですらできることなんですよ。で、カラスがね、年老いた親に餌を与える、そんなこともね明らかになっているのに、なぜこの万物の霊長として生まれて、手足も自由に使え、思考も全部自由に使え、何もかも、なんていうのかな、こう我が意のままに動かすこともできる私たちが、万物の霊長の私たちが畜生にも劣るような、畜生っていうかあんま好きじゃないですけど、獣に劣るようなね行いをしてしまっているのが今人間の世の中です。私たちは万物の霊長としての尊厳を取り戻さなくてはいけない。私たちが万物の霊長として正しくあれば、この星が健やかに健康的に運行するっていうのは明らかなんですね。で、私たちはその良心に従って生きること、そうですね、弱いものを慈しみ、隣の人と仲良くし、で、家族をね大事にし、夫は妻や子をねいたわり慈しみ守り、そして妻は夫を、支え、そして子供を育み、子供は親に孝行を尽くすというのの繰り返し、社会に出ても同じことです。社会に出たら先輩をの、先輩の行いを引き継いで役に立つように後輩は務め、先輩は後輩を、慈しみ、そして、自分の教え、自分の知っていることをねこう教えて差し上げて、後輩が育つように導いてあげる、そして皆がそのようにいろんな社会や地域や家族や親戚友人たちの中で、それぞれの場所でちゃんと自分の人間らしい行いを行っていく、といったら争いが起こることの方が少ないんですね。争いとか、例えば意見の食い違いがあっても、ちゃんと解決していける力が人間にはもともと備わっています。自分自身の尊厳をきちんと保ち、同じように相手の尊厳をきちんと保つ、ただそれだけのことです。同じ人間として、自分が正しいかお前は間違っていると、そういうんじゃなくてね、逆にあなたが正しくて私は全然正しくない、そういうなんか卑屈な気持ちとかも全部間違っている心であり、で、良いところを学び、悪いところは直していく、それを見せてくれるために他人の方が、他人がいらっしゃる、いろんな方がいてくださってる、それを気がつくと、争いっていうのは本当にただ単に自分を改めさせてくださるありがたい神様からのギフトだなっていうことになってきます。あんまり話すと長くなりますので、この辺で、この引き続きはまた、次回からの配信でまた少しずつ少しずついろいろお話していけたらなと思います。だから世界を変えるのは私たちであり、一人一人の心の中から世界を想像することができる、これはもう誰でも皆さん気がついていることですね。で、本当にその力があるということを信じ、本当に実行していくということが今、私たちができること、そしてすべきことだと。そのために私も自分のところに授かったもの、預かったもの、これはもう本当にね、私の力でなく、このように今必要なものだと、預かっているものだと認識してますので、この音声配信というのも、音楽の世界から、音の世界、言霊の世界から世界にいいものを投げかけていくという配信も続けていこうと思っています。それでは、今日のね音楽の方に参りたいなと思います。ちょっと一回止まりますね。失礼いたしました。一回ちょっとね止めさせていただきましたが、引き続き、今日の一曲に参りたいと思います。今日の一曲はですね、もうたくさん今ねお伝えしたいメッセージの曲があるんですけれども、ですね、やっぱりこう今ちょっと一番気になるところはウクライナ情勢ですね。で、正しい
情報というのが何が本当に正しいのかっていうのがこんなに離れた地域に私たちには分からないです。情報が正しいものなのか、それとも操作されたものなのか、全部が伝わっているのか一部しか伝わっていないのかということすら判断できない、善悪の区別がつかない状態ではありますが、でも人と人が争うことが良くないということだけは分かります。なので、そうですね、人類皆兄弟というメッセージを発したい。そして私たちが一人一人改めて深く深く気がついた方がいいと自分がまず自覚していることが、私たちはこの星に本当に許されて愛されて生かされている。私たちは自分の意思で生きているわけではない。自由意志を与えていただいているけども、ちゃんと役割があってこの星にいる。そしてそれは誰一人として同じ人がいないように、全ての人が違ったことがあるということは、みんながそれぞれこの星の一部のパーツを見直せていただいているということ。誰一人が欠けてもこの星は成り立つことがない。そして、皆さんが使命を持っているので、皆さんがその使命を正しく、本当に人間らしく人道を持って発揮することによって、この星が正しく運行していく、でそれに向かうように今は動いているということを、理解していくことが大事なんですね。私はこの音声配信を始めているのもこういったことをお伝えしたい。そしてそれが私のところに歌となってきてますので、この歌を通じて日常的に忘れてしまったその本来のこと、私たちは愛されている、私たちはとても素晴らしい存在だ、私たちはもっと仲良くすることができる、そして私たちは手を取り合ってこの星をもっと整えて豊かに、みんなが幸せに、そして泣く子供がいないように、悲しむことがないように作り上げていくことができるというメッセージをお伝えしたい。気がついた人からお伝えすればいいことであり、私たちはまだ転換の途中、そして、これから発展途上なんですね。なので私にできることをさせていただきたいと思っています。で今日の曲は、ですね、本当にこのメッセージがダイレクトに詰まった曲、私たちは同じ大きな大きな宇宙の神様の子供であり、全人類皆兄弟であり、私たちは愛しまれている、愛し育まれているという曲を聴いていただきたいと思っています。では聴いてください。一つに帰ろう。
ご清聴ありがとうございました、地球家族の曲一つに帰ろうでした、この曲の歌詞にあるように私たちは人類という一つの大きな家族です。でこの地球の中にしか生きられない、その星に行って生きられるわけではない。なので私たちはこの星の中で幸せに暮らしていくようにこの世界を作っていく必要があるんですね。これはもう考えればすぐ分かることで、そして私たちは、私たちの世代でこの地球を食い潰してはいけない。この先何代も何代も子々孫々この美しい星を残していく責務があるんですね。申し訳ないじゃないですか、私たちの世代だけでこんな美しい地球を食い潰してしまったら、ここ100年ここね数百年のうちにどれだけ私たちはこの星を破壊してきたか。そしてこの美しい星は一度破壊したものを取り戻すというのは非常に大変なことです。これは自然の中で私は生きていて非常によく分かりました。30年60年かけて育った木を切るのは簡単なんです。だけどその後また大きな大木に育つには同じだけの年月月がかかる。それを私たちは忘れてはいけない。あなたの隣にいる人、あなたという人類、人生、あ、人類ですね、人類の一部であるあなたという人生もこの一生だけではない。輪廻して来世も再来世もまた続いていく、過去から延々と続いてきて、そして未来にも続いていく。それをきちんと理解していけばこの一生で地球を食い潰すようなことというのは絶対にできないんですね。そんなもったいないことはできない。もっと良い星に生まれていきたい、もっと美しい星にして後世につなぎたい、その思いで、生きていきたいと思っています。日々の忙しい中で忘れがちなことなんですけれども、私たちはこの星にしか生きられない。そしてとても私たちは恵まれて、この星というね美しい青い星、地球から見たらね本当に美しい宝石、青い宝石のようなこの星に私たちはありとあらゆるものを与えていただいて生かしていただいている。それを取り戻していく、行かなくてはならないですね。マストですね、マストビーですね。そうしないと私たちは本当に人類として、退化する方向に行ってしまう。私たちはまだまだ進化する余地がある、まだまだこれから幸せになっていく余地がある。まだ世界人類は幸せじゃないですからね。なので私たちはまだ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 発展途上である。そして私たち一人一人の努力によってそれは成し遂げられることである。とても希望に満ちています。なので私はこの配信を続けていこうと思いますし、このボックスノートさんは、5月の、ね、13日でおしまいということになりますけれども、引き続き YouTube や SNS の方で発信していきたいと思います。もしこの音声配信、そして音楽があなたの心のどこかに触れるものがあれば幸いです。そして、これからももしよかったら継続して引き続きつながっていただけたらと思います。では、リスナーの皆様ありがとうございました。地球家族のボーカル麗華がお送りいたしましたサンデーモーニングアースファミリーミュージック、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。今日も皆様お元気で心穏やかに健やかに、地球が今日も穏やかに回りますように。ではまたお会いしましょう。